ありがとうございました。いらっしゃいませ。コーヒーちょうだい。はい。へいちゃん。うん、久しぶりだね。珍しいじゃない、へいちゃんが一人でこんなとこいるの。いや、俺だってたまにはのんびりとコーヒーぐらい。そうよね、へいちゃん忙しいもんね。でものんびりって顔じゃないわね。うん、なんか嫌なことでもあったの？いやいや、別に。いらっしゃいませ。そりゃそうよね。聞いたわよ、かなちゃんとのこと。せっかくさ、へいちゃんも乗り気になってたのにうまくいかないもんよね。腐るの無理ないわよね。いやいや、そんなことじゃないんだ。ちょっと買ってる。いやね、かなちゃんのことは壊れてよかったんだよ。店のために一緒になろうなんて土台間違ってたんだ。悪いことしまったよ、かなちゃんには。まあ、一緒になる前に気がついたからまだ救われたようなもんだけどね。はい、お待ちどうさま。私もさ、物の見事に振られちゃった、新吉さんに。いやさ、私はね、あの人と一緒になることが沢の跡取り娘として生まれた私の運命だ。じゃあ成績も落ちてきてるんでしょうか。今のままの状態じゃちょっと心配なもんですからね。あ、お姉ちゃん、あの圭一の担任の金沢先生。あらま、圭一がいつもお世話になりまして。どうかしたの、圭ちゃん。いや、今度は教室でもね、ぼんやりしてるんだそうだよ。他の先生から注意があったもんですから、何かご家庭の方で原因でもあるんじゃないかと思いまして。いやいやいや、別に変わった様子は。帰宅は大体何時頃ですか。あ、そういえば最近ちょっと遅いことが。今日はもう。 いえ、まだ。そうですか。もうそろそろ帰ってもいい時間なんですかね。まあ、とにかくもう少し様子を見るつもりですけど、その辺のところはご家庭でもお含みくださって。どうもわざわざ恐れ入りました。一度刑事ともよく話し合ってみます。まあ思春期ですからよくあることなんですが、せっかく高校進学に意欲的になっていただけに、もしものことがあったらと。それじゃあどうも失礼します。あ、どうもすみません。ありがとうございました。ありがとうございます。母さん。ターボのことがなんとか落ち着いたと思ったのにね。そんな神経質になることあらしないよ。気持ちの不安定な年頃なんだ。ちょっとしたことぐらいで。心配ないよ。まだかね。あ、いよいよ、てちゃん、乗れ乗れ。いらっしゃいませ。どうぞ。お待たせしちゃって。おれ、どうも。次回、心をお楽しみに。